はいどうも、えっ、ーえー、と結構久しぶりの投稿になってしまったんですけどちょっとあのサボってしまってすいませんねえっ、ー、と今回はじ第17回目ですねでえっ、ー、と今回はの動画ではですねえっ、ー、とこうちょっと呪いについて話そうかなと思いましてですね であの呪いっていうと結構そのなんだろうな,なんか特殊でおどろおどろしいものみたいに聞こえちゃうと思うんですけどあの実は結構その呪いっていうのはそうだからこう大きくて複雑なものからなんかすごいこうちっちゃいものまでいっぱいあってですねこのちっちゃい呪いっていうのはもう本当に何かこう世の中に蔓延してるぐらいすごいいっぱいあるんでなんか珍しいものでも何でもないっていう感じですね。 なんかこうそれこそ空気中のなんかこう、ね、雑菌とかあの塵のように呪いはすごいいっぱいあるものなんですねだから、まあ、なんていうのかな普通にみあの皆さんこうその呪いが蔓延している世界の中でも普通に生活できてるんで、まあ、そんなになんかこうあの恐れるほどのものでもない。 っていう部分もあるんですけどまあってみたらそのいっぱい集まるとそれだけこう危険なものにもなりうるしあのなんかこう力を持ってその複雑なものになってしまうっていうような可能性もあるから、まあ、そういう意味では本当になんだろうな空気中の,なんかあの雑菌なんかと本当になんか似たような感じのものだなっていう風うに感じますね。であのー、まあ僕この,あのエネルギーワークね気候でこう人の。 あの問題メンタルの問題とか人間関係の問題を解決するっていうおう仕事を始めてからあの実際に結構そのたくさんいろんな呪いっていうのはこう見てきたわけですね。で今までそのなんていうのかなこう扱ってきたものっていうのは、まあ、大体そのなんていうのかなこういわゆるなんかこう意図的に作られたような呪いですよね。なんかそののここううう本当にもすすごごいい怨念がすごいこうあの 育っちゃって大きくなっちゃってるものをがその念としてつけ,つけられちゃってるとかあるいはその何て言うのかなまあ言ってみたらなんか世の中にはその魔術みたいなものですよねなんかあのこう術を使って現実化のこうあのパワーをこう増幅させるっていうようなことをあの技術とか能力として持ってるっていう人たちがいてでそういう人たちがあの作り意図的に作り出したものっていうのもあるわけですね。そういうういいもののっていうのは結構 前々から僕はその存在してることには気がついてでこれをこの何て言うのかなその僕のセッションの中で取り扱ってクリアリングをしていくな呪いを解除していくっていうことはずっとこうあのかなりやってきたんですねでまあそういう意味では何て言うのかな僕の今までのこう実績みたいな話だと あのかなりそのなんていうかなだからあの僕のこうセッションをこう受けてきた人たちの間ではまあなんかそういうその呪いで困ってた人たちの中ではまあかなりそのなんていうのかな吉村さんのとこに行くとそのすごい難しい呪いでも解いてもらえるみたいな風にあに思ってもらえてるっていう方たちも、まあ、あの結構数いると思うんですけど。 であのー、まあそういう感じでその呪いってものを取り扱ってきたんですけど最近になってなんか分かってきたことっていうのはだからそのさっき先ほどまあお伝えしたようにその呪いっていうのはなんかそういう,こう意図的につ作られたその大きなものだけじゃなくて何て言うのかな人がこう無意識に作り出してるちっちゃい呪いっていうのがすごいいっぱいあってで全ての呪いっていうのはそのスタートはそこから来てるっていうことが分かったんですね。 だから、見てみたら、その、呪いの一番最小単位みたいなね、一番、そのこう初、初歩的な呪いですね。だから、力はそんなに、こう、ないけど、あの、なんていうのかな、ものすごい大量発生してるっていうような感じのものですね。で、これが、その、どういうふうにできて、どういうふうに大量発生するかっていう、その、なんていうのかな、メカニズムについて、ちょっと今日お話ししようと思ってるんですね。で、この、呪いの一番初歩的なものっていうのは、まあ、何なのかというと、要は、 その人に悪いことが起こることを期待するとか望むっていうその何かこう意図ですよね。であのこう僕たち人間っていうのはいてみたらそのなんて言うかそういう霊能者みたいな人たちじゃなくてもそのもう本当にすべての人たちが全員あのこうイメージしたこととか考えたことを現実化する能力っていうのを持ってるんですよ。で これはそ,のそれがうまくこう使えてるその力をこう発揮できてるとか能力をこう使いこなせてる人もいればそ,のそれがその使いこなせてないなんか無意識にそれをがこう発動してるだけの人たちっていうのがいるっていうことですね。で例えば物事がなんかうまくいかないでドツボにはまってる人たちっていうのは。 いてみたらその自分がそういう,こう困った状況になるような現実を無意識に作り出しちゃってるっていうようなことをしてるっていうことが、まあ、ざっくり言うと大,大きな括りで言えばそういうような状態に入ってるっていうことは言えるわけですよ。であのだから誰でもその現実をこうその作り出す能力って持ってるから。 そのちょっとなんかこうねあいつ失敗すればいいのにとかってねそのなんかこうそういう怒りとか恨みとか嫉妬みたいな感情が出てきた時にそういうなんかねあのー、運動会でこう走ってる時に、ね、あいつこけたらいいねとかっていうような感じのことをこう考えてしまうイメージしてしまうともうその時点でその,その人にそういうことが起こる可能性っていうのを未来のそのフィールドに作り出しちゃうんですよ。でこれは その可能性をまず作り出してるという段階があってでその可能性がこ,うこっちにこう手繰り寄せられてきてそれがこう現実のフィールドに入ってくればそれがこう現実として現れるんでその、まあ、可能性ができるそれが現実になる引き寄せて現実になるっていう,このなんかこう全部のプロセスがこうピタッと合うとそれは現実になるわけですけどでも言ってみたらその。 こう可能性を作り出しちゃうということはそれがしかもそ,のそういうことをこうポンポン考えたりとかイメージしたりするたびに可能性が作られるっていうことがこう起きるから無数の可能性がこう作られてるわけですよね。いっぱいあればあるほどそれらは力を持つようになるしあの同じようなその波長を持ったものというのは引き寄せ合うわけですね。であともう一つその結構ここ重要なポイントなんですけど。 あの人に悪いことが起こるっていうことをこう、まあ、意図しますよねそうするとその呪いのエネルギーを、まあ、その人に向かってこう飛ばすようなことを、まあ、あのしてるわけですけどあの何が起きるかっていうとその,こうその人,人がそのこう経験してる世界、ね、その人の周りにある現実ってその人のこう内面の鏡写しみたいなものなわけですよその人がだからそのイメージしたものが現実として現れるっていうような。 あのことですよねだから鏡の法則なんかでこう語られているようなあのことですけど要はそのこう鏡写しみたいなものに向かってこう光を放つ鏡に向かってこう光をピッて照らしたらその反射してこっちにピッて光が来ますよね。で行っ、うん、てみたらなんか合わせ鏡に向かってこの光を放ったらこれこうね何度も鏡の間をあの反射しまくってものすごい あのー、光が増えちゃうわけですよねで呪いっていうのは実際それが起きるんですよ。なんでっかっていうと、まあ、結局鏡であるのと同時に僕たちの世界とか僕たちの,その一人一人の魂っていうのは別々にその分離してこう独立して存在してるものではなくて、まあ、言ってみたらその1本の大きな木の,そのなんかたくさんある枝先ね 無数にある枝先の一、ね、本があの別の枝先に向かってあいつ枯れればいいのにっていう念を送ってるみたいな感じですね。そうすると言てみたらそのこの枝先に向かってあいつ枯れればいいのにっていうのはこう全体で見たらこの枝先同士っていうのは一本の木なわけですよね。だからこの木全体に対してあの、ね、枯れればいいのにっていうあの念を発してるのと同じになっちゃうんですよ。だから 呪いっていうのは結局なんだかんだ言って自分に跳ね返ってくるとかあるいは回り回って結局自分のところに戻ってくるんですね必ず呪いは自分のところに戻ってきますだからそういう意味ではあのねことわざでもありますよねあの人を呪わば穴二つってねこれかなりなんか秀逸なその,あのことわざだと思うんですけどだから人のことを呪うとそうするとその出来上がるお墓はそのね相手のお墓だけじゃなくて自分のお墓もできちゃいますよって。 いうことでで穴が2つなんですねだから呪いは必ず返ってくるんですよだから要はその鏡に向かってねあの呪いを発します呪い自分のとこ帰ってきますでそこでなんかまた自分はそのねなんか嫌な思いをしたこれは誰かのせいだみたいな被害者意識に入ってしまうとそうするとまた新たな呪いを生み出してしまうわけですねでしかもこの呪いってだから直接帰ってくるだけじゃなくて 周りも回って帰ってくるからその間にこう何て言うのかなあのたくさんの人が巻き込まれてくるんですよ、ね、だからあの呪いの渦巻きみたいなものができてきちゃうんですね。ねで、まあ、あのこの呪いの渦に巻き込まれない人っていうのも確かにいるはいるんですよそれはどういうことかというと全然その人のことをなんか呪うことが一切ない呪うエネルギーを持ってない人がいればその人はそううの巻き込まれないんですけど、まあ、大体そういう人ってあんまいないですよね。 あのー、もう僕だってなんかこうねそれこう,こういう仕事を始めて自分の呪いを減らしてはいきましたけど、あのー、過去には本当になんかね人のことを恨んだりとか羨んだりとかしてねなんかあいつ失敗すればいいのにみたいなことを考えたことなんてもうその数えきれないことあるからそういう意味では僕もその呪いを受けちゃう受け皿をすでに持ってるわけですよねだからその呪いの渦巻きに近づいたらなんか巻き込まれて呪いの中に入っていっちゃうわけですよ。で このだから呪いの渦に巻いてみたらそういうその魔術師みたいな陰陽師とかそういうそのなていうかなこう特殊な技術を使って現実化する能力をこう強めてる人たちが入ってきてそうするともうその人たちがねなんかもしそのねなんかそういう人に恨みとか持ったりとか誰かに,あのに悪いことが起きるっていうことを意図してなんかそういう術を使ったら呪いがすごいまたドーンと大きくなっちゃうわけですよね。 だからまあ、そういうことが世の中ではいっぱい起こってるわけですよ。ただまあ言ってみたらそのスタートはすごい単純なことでその人に悪いことが起こることを、まあ、期待したり意図したりするっていうこの意識があってこれが全ての呪いの核になってるからこの核の部分をまあ <laughs> 言ってみたらその、ね、あの分解してやればその呪いっていうのは崩れていくわけですね。なので、まあ、この仕組みが分かったことでかなりその呪いのその クリエーリングっていうのがあの以前よりもだいぶあの簡単になりましたね。だからその以前だったらまあ出来上がってる呪いをこうどう解体していくかっていうそのこれをこう分解する方法っていうのを見つけてでこうあのそれをまあ、プログラム化してエネルギーとしてこうああの照射してこう呪いを分解するってことをしてたんですけど。 まあ、あのこの呪いの核の部分っていうところにピンポイントで、まあ、要はエネルギーを照射してこの核がなくなっちゃえば周りの,そのいろんな仕組みっていうのはその意味をだから、あのーまあえーね、このなんていうのかなその呪いの核っていうのがどういうふうな構造になっててそれをこうあのどうやって崩すかっていうのが分かればその呪い自体をこう壊すっていうのは 実際本当にそのなんとに僕自分の中にもなんかものすごい量の呪いがあるの気が付いてクリアリングし始めたりとかあとは、ねえーまあ、お客さんのクリアリングしてる時にあの以前だったらこうブロック探すのにちょっとこう時間かかったりしてたところがの大きな呪いの層みたいなのがこう出てきた時にこの呪いのクリアリングっていうのをバーってやるとそうするとその下に隠れてたまあ 要はその無意識の思い込みみたいなブロックとかっていうのがこうすぐ見つかるようになったんで、まあ、以前よりも本当にこうクリアリングのスピードがこう上がっていってるなっていうふうなことは実感してますね。はい、なのでまあ,あの呪いのクリアリングですね。でまこれっていうのは <laughs> 僕はそのだからこう,あのこういうエネルギーの仕組みを解析してそこにこう適切なエネルギーをこう照射するっていうその。 まあ目には見えない装置みたいなものを開発してそれでこうエネルギー枠をやってるんでまあ行ってみたらねこういうふうになんか気をつけてこういうことやりましょうみたいなあのノウハウ的なこととか考え方のこうあのレッスンみたいなものっていうのをお伝えするっていうのでその簡単にこうお伝えできるものってあんまないんですけどまあ あのまあ言ってみたら本当にねなんか人に悪いことが起こることを期待するみたいなことはしないに越したことはないんですけど何が難しいってこれ無意識で勝手にやっちゃってるからだからなんかそれをこう止めるのは難しいって話なんですね。なので、まあ、一応僕の方ではその、ね、あのこちらの YouTube チャンネルであのいつも公開しているあのいろんなそのこう流しておくだけで。 あの浄化してくれるようなエネルギーっていうこの動画であの呪いの,あの、まあ、浄化をするための動画っていうのをちょっと今あのこれから準備して公開しようと思ってます、まあ、もちろんねあのねなんていうかなあのこう広くあのな,なんていうかなこうエネルギーを送るタイプのものになるんでその一つ一つのこうあの ケースにピンポイントでこうあのクリアしていくっていうようなことになると、まあ、すごいなんかブロックがその複雑だったり硬かったりする場合にはちょっと時間がかかるとかその他の,あの方法あのピンポイントでそれを扱うっていうような方法を取る必要が出てくるかもしれないんですけどあの、まあ、ひとまずその、ね、たくさん蔓延してるこう呪いをこう全体的にこう浄化していくみたいなねあのこう あの軽い空気清浄機的な、あのー、ものにはなるんじゃないかなと思うんで、あのーまあ、そちら、えー、近々あの公開いたしますので、まああのーえー、お楽しみにしてお待ちいただければと思います、はい、では、えー、と本日は、えー、とここまでに、あのー、しようと思いますので、えー、本日もご清聴ありがとうございました、えー、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますではまた